皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日は強い日差しや風を浴びながら息子と一緒に釣りにチャレンジしてきました。子供と一緒にいるともうあまり自分に気を使うことがなく、外でずっと走り回ってるような状態だったんですが、子供もすごく楽しんでいたので、私もとっても楽しく釣りをすることができました。今日は今回のチャレンジに向けて、SK2 のフェイシャルトリートメントエッセンスを使って、しっかりお手入れしてきた私の肌は、肌にとって過酷な環境でどう感じるのかご紹介していきたいと思います。実際にフェイシャルトリートメントエッセンスを使用して1ヶ月ほどになります。使用感としてはさっぱりしているのにスッと浸透して肌がもちもちとする感じがします。肌のキメが整うのが翌朝から感じられて、ツヤが出ることで透明感がアップするのかなと思います。この化粧水は肌本来の働きを整えてくれて、揺るがない肌へと導いてくれます。結構日差しもずっと強くて、今日は30度ある日だったので、すごい暑い中、日差しもすごく強くて、ずっと外にいるので日陰で休憩するような時間もあまりない中やっています。実際に息子と釣りを体験してみて、風はあるし日焼け止めはしっかり塗っていったんですが、なかなか日焼け止めも塗り直すタイミングもなくて、肌にとっては過酷すぎるかなと思ったんですが、 SK2 フェイシャルトリートメントエッセンスを使っている私の肌は思ったよりとっても調子が良かったです。すごいね、あ、すごい、今日一日釣りをやってみました。息子と一緒に釣りをしに来たんですけど、息子は、釣りよりも水遊びの方が楽しくなっちゃったりとかして、ちょっとこう追いかけるのとかも意外に大変でした。一日中日差しも浴びていて、風も結構強かったりして、日陰もちょっとところどころにしかなかったりしたので、肌にはとても過酷な状況だったんですけど、日頃から SK2 のフェイシャルトリートメントエッセンスを使っているので、肌は調子がずっと良かったです。これからの季節もっとアクティブに動く時もあると思うので、続けていこうかと思います。バイバーイ。